大泉洋は日本の俳優、タレント、声優、作家、歌手、コメディアン。もともとは北海道でローカルタレントとして活動していた。愛称は洋ちゃん。所属事務所はクリエイティブオフィス級、業務提携先はアミューズ。演劇ユニットチームナックスに所属している。身長178センチメートル。北海道へ別したい出身。 北海学園大学経済学部卒業。妻は、フジテレビドラマプロデューサーの中島久美子。江別市立病院で生まれる。1980年、江別市立大間東小学校に入学。小学5年生の時、札幌市南区に引っ越し、札幌市立まこまない南小学校に転校。その後、札幌市立まこまない中学校。 私立札幌も岩高等学校を卒業後、浪人し、予備校の代々木ゼミナールサテライト講座で学ぶ。浪人時代は遊んでばかりだったという。1994年に二浪して、北海学園大学経済学部経済学科に入学。本来死亡していた大学ではなく、母親からもう死ぬんじゃないかと心配されるほどめいっており、当初は本人もかなり落ち込んでいたという。 しかし、このまま腐った気持ちでいるのは、まずいと奮起し、演劇研究会に入る。そこで、森崎博之、安田健、佐藤茂之、弟拓馬の4人と仲良くなった。初舞台は、同年夏、演劇研究会の道内地方公演での大林、先生役。公演当時より、独特のキャラクターが際立っていた5人だったので、演劇部内で浮いていた。 1996年、大学を卒業する森崎、安田の卒業政策として、講演を行うための一回限りのユニットとして、上記の4人とチームナックスを結成。森崎、安田の大学卒業と共に解散したが、森崎、安田が会社を辞め、1997年8月に再結成する。演劇研究会及び森崎の勧めで入団した。 劇団稲田組の舞台が評判となり、大学在学中に、当時、鈴井孝之が主催していた劇団オーパーツの劇団員に認められ、クリエイティブオフィス級に所属することになった。大学在学中の1995年10月、鈴井のア圧戦下で、HTB 北海道テレビの深夜番組、モザイクな夜、V3 に出演し、芸能活動を開始。モザイクな夜、 V3 に初登場したとき、ススキノのニュークラブを取材する、レポーター、元気くんとして出演し、レポート先で、緊張する人を演じた。その後、トーク力が変われ、スタジオにも呼ばれるようになった。翌1996年10月には、同局の深夜番組、水曜どうでしょうに、出演開始し、北海道内でのタレント活動が、活発化した。水曜どうでしょうは、 深夜枠での放送にもかかわらず高視聴率を得て全国に万反され、それに伴い大泉の知名度も全国的に広がっていった。1999年からはパ,パパパパフィーに不定期出演するようになり、全国ネットのバラエティ番組に登場することとなった。初出演時はジャージ姿で司会として出演したが、観客からキモいなどと言われ落ち込んだという。また、 歌手として、ドラバラ、鈴井の巣のドラマ企画ごとに作詞、作曲を手掛ける。2004年には作詞、大泉洋、作曲、根本要で、スターダストレビューとのコラボレーションシングル、本日のスープを、北海道限定版と全国版で発売し、ミュージックステーションや歌版に出演した。同年には、おにぎり温めますかの企画内で、つつしげゆきとのユニット、 ファンタンで沖縄アイツを発売台湾デビューを果たす俳優として2003年にはリバーで映画初主演声優としても千と千尋の神隠しなど複数のスタジオジブリ作品に参加2003年には高坂北郎監督のナスアンダルシアの夏にて主人公のペペベネンヘリを務めた2004年に31歳で本格的に 東京進出。2002年に水曜どうでしょうのレギュラー放送終了したことで仕事を続けていけるのかと不安になり、また北海道での仕事に閉塞感を覚えていたことに加え、北海道ロケの映画で東京から来た俳優よりも格下の扱いを受けたことにショックを感じたのが東京進出の一員だった。一方で東京の芸能界は怖い。 すぐ消えちゃうことになると不安もあったが、続いたかゆきの大きな船でいきなり広い海の真ん中に出ていくわけじゃない。ゆっくり手漕ぎボートで出て行って、何かあればまた岸に戻って来られるんだからという言葉に安心し状況を決心。同年12月にはアミューズと業務提携を行い、その後は道内の仕事はクリエイティブオフィス級、道外の仕事はアミューズが手掛けている。 2005年に救命病棟24時にて全国ネットの連続ドラマ初出演。以後、小早川新規の恋、派遣の品格など数多くのドラマに出演。特に派遣の品格では準主役ということで注目度が高まり、北海道での視聴率が関東地区や関西地区よりも高く平均で25%を超える視聴率を獲得した。2009年5月2日、 富士テレビドラマプロデューサーの中島久美子との結婚を発表。二人は2005年の救命病棟24時がきっかけで知り合い、2006年には初主演ドラマおかしな二人を手掛け、2008年のロス・タイム・ライフ出演時の再会以降交際していた。同年赤花の先生で連ドラ初主演を果たした。2010年8月29日、挙式。 参加者は親族及び友人、事務所関係者や番組関係者などで、司会は18以降よ。で共演する札幌テレビアナウンサー木村陽次が言った。2011年5月、第一子となる長女が誕生。2012年、第35回日本アカデミー賞優秀主演団優勝を受賞。2014年、北海道特別副知事に任命される。同年、 第6回玉江合賞最優秀男優賞を受賞。2016年、第39回日本アカデミー賞優秀主演男優賞。第58回ブルーリボン賞主演男優賞を受賞。2019年、チームナックスメンバー及び鈴井孝幸と共に、北海道の民放五局と NHK 札幌放送局による共同キャンペーン、ワン北海道プロジェクトのキャンペーンソングに参加。 また大泉は、同キャンペーンの特別番組、みんなで、同フェス。2019度3この夢応援するべさのフェス長も、務めた。2020年、第71回 NHK 紅白歌合戦で、白組司会を担当。小学生時代に両親が車でかけていた落語のテープを暗記するまでに聞き込んでいたことが、トーク力を養った。 小学校では同級生二人と一緒にしたコントが受けたことから人気者だったという。大学時代に高等学校地理歴史の教育職員免許状を取得しており、大学卒業後は教師になる予定だった。当時のテレビ出演はあくまでアルバイトであり、テレビは思い出作りと公言していた。このため、大泉の母親は未だに今からでも先生になってくれないかと言っている。 実際のところは大学卒業当時不況で就職難だったためとりあえず目の前にあるテレビの仕事や劇団の活動をしっかりやっていこうという意識も強かったとのこと。テレビ初出演は大学1年生の頃の1994年に HBC で放送された夕方のニュース番組での特集インタビュー。この時 HBC が 自身の大学の取材に来ることを事前に把握しており、テレビに出演したいがゆえに、スタッフの目の前を何往復もうろつき、最終的にスタッフに呼び止められる方で取材に応じたという。ドラマ初出演はエリアコードドラマシリーズで h t v が制作し、1995年7月から9月に放送された TV 曲物語今に見てろである。広するテレビディレクターが、 オーディションで素人のつまらない一発芸に並行するというシーンの素人役で完全なエキストラだった。裸になって乳首が喋るという芸を全力でやった結果、白らけねばならないところをヒロミがうっかり吹き出してしまい、そのことがバラエティ番組出演にあたっての自信になった。大泉自身はリスクを背負ってでも人に笑ってほしいと考えており、 以前のポルトガル映画祭で受ける必要はないのに、こんにちは、クリスティアーノ・ロナウドですとぼケた。大泉がそのように考えるのは、世界中から好かれたい、嫌われたくないという気持ちからでもあり、それについて、さらに僕にとっては、マグロが泳いでないと死んでしまうみたいなもので、笑いがないと辛くて、仕方がなくて、さすがに家では違いますけどねと表現している。自分の出演する、 バラエティ番組は大好きであるという。また映画の宣伝でバラエティ番組に出演するのは本当にとてもありがたいと思っており、役者としてはバラエティ番組は絶対にやらない方がいいとわかりつつも、バラエティ番組に出る理由は、それはやりたいから役者としての正解よりも笑いを取りたいっていう方が勝っちゃうと話している。大の動物嫌いであり、中でも 猿と猫が苦手であるという。大学時代の弟を託結婚後のつ木修しゆきらは猫を飼っているが、メンバーであってもペットのいる家には呼ばれてもいかない。猫を抱き続ける役の主演のオファーを断ったことがある。ただし、自身のファンのことを、子猫ちゃんと呼んでいる。物事を続けることにこだわっており、かけた年月の分だけ味が出ると思っている。出会いを簡単に終わりにしたくないと語っている。 大泉のスタンスはチームナックスの活動や北海道時代からのレギュラー番組の長時間にも現れている。プロデュースした本日のスープカレーのスープのパッケージ好きな食べ物はスープカレーである。ベル食品の本日のスープカレーのスープをプロデュースしており、本人はスープカレーを全国に広めたのは自分の可能性が高いと話している。嫌いな食べ物はカボチャ、ペンネ、 豚の角煮を含む、油の多い肉類、ならつけ。甲殻類や白身魚のアレルギーがあり、地持ちである。髪は天然パーマで、メイク時間は90分かかるという。地筆であり、ドラバラ、鈴井の巣の山岳の人々では、脚本が遅れ、父に謝罪文を書いてもらったこともある。父は、 北海道高等盲学校や北海道七栄養語、学校などの校長を歴任した元教員であり、2012年に随放送校賞を受賞している。母は中学校教師で、旭川市出身。兄は、函館市役所職員であり、2019年5月より、司法兼福祉部長を務めている。花田れナックスで、グレーの拓郎は、函館でのグレーの野外ライブを成功させたのは、 兄のおかげである、と語っている。また、草間弥生は、妻の登園である。自他共に認める、大のおじいちゃん子で、自分の番組で、たびたび祖父の話題を出すなど、強く慕っていた。祖父は1999年に亡くなっており、大泉は、水曜どうでしょう。四国88カ所のロケ中に、母親から祖父が亡くなったとの連絡を受ける。 電話において母親から仕事を優先するよう言われたが、一家の家族仲を知る藤村忠久、嬉野正道良ディレクターは即座に北海道に戻ることを決断、番組でも珍しいロケの中断、再収録となった。死亡後に、ドラバラ、鈴井の巣で脚本を担当した、反自伝的ドラマ、山田家の人々では、大泉自身が祖父を模した山田春蔵を演じた。 TBS アナウンサーの安住紳一郎とは、同じ塾の同級生であり、ぴったんこカンカンなどで共演している。業務提携先のアミューズの先輩であり、龍馬伝等で共演した、福山雅春とは、仲が良く、互いにモノマネをする。演劇を始めたばかりの大学1年生の時に、三谷後期主催の劇団東京サンシャインボーイズの、ショー小松とゴーオンをテレビで見たことで、 演劇の面白さを知ったことから、三谷は憧れの人物である。三谷の作品には多数出演しており、三谷は彼が10年早く、もしくは僕が10年遅く生まれていれば、一緒に劇団を作っていたような気がして仕方ないと語っている。バラエティ番組太字は放送中。ドキュメンタリー番組特別番組アニメーション映画、吹き替えテレビドラマテレビアニメ OVA ゲーム。 人形劇全国放映北海道ローカル。ありがとうございます。